新年、明けましておめでとうございます。皆様のおかげで当チャンネルも新年を迎えることができました。2024年もメイリン再刊をよろしくお願いいたします。また、この度の能登半島地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回はコラボ会です。ボイスロイドキッチン投稿者の世の字様主催、新年十二支料理会です。各人が十二支それぞれに割り当てられ、干支に関する料理を作るという企画です。参加者様はこの通り、さすがに12人いるとそうかんね。ちなみに、上段がボイロ料理系投稿者様、下段がゆっくり料理系投稿者様となっております。ちょうど半々なんですね。そして、くじ引きによる担当の抽選結果がこちら。ちょっと待ちなさいよあんたら。え、ネズミ？そうです。ネズミです。どうすんのよ。まあ、ヘビとか猿とか犬よりはマシなんじゃないですかね。そりゃ、まだ考えようはありそうだけど。抽選の時主催者さん悲鳴あげてましたからね。それで、ネズミでしょ？何作るの？っていうか、中国でネズミって食べるの？あまり一般的ってわけじゃないですけど、食べないことはないですよ。広東省のあたりでは、子孫繁栄の象徴として正月に食べる習慣があるとかないとか。え？にょん？逃げましたね。え、なんです？ネズミ？え？で、ネズミにちなんだ料理を作る企画です。ちょっとこれ以上は検索してはいけない方面に片足突っ込むのでやめときますね。決まった時はヌートリアでも料理しようかと思ったんですけど、埼玉にヌートリアいないんですよね。ヌートリア？特定外来生物の大型ネズミですね。大阪とかの水辺で増えてます。中国の一部では養殖されてハイロンって名前の食材になります。ネズミなのに有名ですか？さすがに中国でもネズミ食べるのには少しばかり抵抗があるんですよ。味はまあ、普通の肉ですよ。ウサギと鶏肉足した味と言いますかね。じゃあ、今回はヌートリア料理ってことです？その予定だったんですが、肉の手配に失敗したので別ルートで行こうと思います。安心しました。唐辛子たっぷりのカオチュアンとかいいと思ったんですけどね。ほんと、安心しましたよ。というわけで、ネズミそのものを使うのは断念しましたので、形を寄せていこうと思います。形ですか？まあ、正直丸3つ、後輩じゃすれば。それはさすがにまずいですって。招待状くれるかもしれないじゃないですか。それは招待状じゃなくて特別送達って言うんですよ。ち、それじゃ、以前中華街で見た天津を再現していきましょうか。スーウェイドーシャーバオで行きましょう。なんですそれ？ドーシャーバオはアンマンって意味です。アンマンをネズミの形に仕立てるんですね。はい。ただ、ネズミの形って意外と特徴が少なくて一目でネズミと認識させるのは結構難しいんですよ。それこそ、丸を3つ、こうやって。だから浦安方面に喧嘩を売らないでくださいよ。冗談はこれくらいにしておきまして、スーウェイはハリネズミって意味になります。つまり、ハリネズミ型のアンマンってことですね。可愛いですし、ハリネズミなら見た目にわかりやすいかなってことで。よかった。今回は辛くないんですね。それでは、材料です。中力粉 300g、ぬるま湯 170cc、ドライイースト 6g、砂糖 30g、スキムミルク 30g、こしあん 300g、黒ごま適量、以上です。材料はそこまで多くないんですね。他に用意するものとしては、せいろなどの蒸し器とハサミが必要になりますね。当然、この皮で包むものはこしあんじゃなくても大丈夫です。肉あんを入れれば当然肉まんになりますし、カスタードクリームを入れるのもおすすめですよ。それでは、作っていきましょう。まず、ぬるま湯を用意します。温度はだいたい37度。体温と同じくらいですね。普通の水じゃダメなんです。これはイーストを目覚めさせるためなので、水でやると発酵の時間がちょっと長くなりますよ。ぬるま湯にスキムミルクと砂糖、ドライイーストを溶かします。よく溶けたら、中力粉に徐々に加えながら混ぜていきます。だんだんまとまってくる感じですね。全体的に水分が行き渡ったらしっかりとこねます。最初はパラパラと崩れますが、馴染んでくるとしっかりまとまるようになりますよ。表面にツヤが出てきたら生地の真ん中に穴を開け、軽く伸ばします。ちぎって棒状にして、7等分します。これ、さっき輪っかにしたの意味あるんです？少ないスペースで均等に伸ばせるってところですね。餃子の皮作るときとかもこうやりますよ。切り分けた生地は乾燥しないようにカバーをして、30分ほど寝かしておきます。生地を寝かしている間にこしあんを丸めておきましょう。生地を休ませたのがこちら。手触りが変わりましたね。カチカチだった生地が柔らかく滑らかになります。これ、なんでこうなるんです？長くなっちゃうので詳しくは省きますが、寝かせることで水分の配置が安定したことと小麦粉の中のタンパク質がグルテンに変化したのが要因ですね。まあ、小麦粉の性質については機会があったらちゃんと解説しましょう。グルテンが形成されたことで、生地は滑らかに伸びるようになります。生地を丸く伸ばしていきます。ポイントは外側を薄く、真ん中を厚く伸ばすことですね。伸ばした生地であんこを包んでいきましょう。
全体的に伸ばしながら包んでいきます。一周したら閉じ口をねじって止めます。閉じ口を下にしたら綺麗なあんまんの形になりますね。逆向きにしたら肉まんの形なんですね。肉まんは閉じ口を下にすると肉汁が漏れたりするので閉じ口が上になるんですよ。包み終わったら生地を水滴型に成形します。背中の部分にハサミで切れ込みを入れていきます。あ、これがトゲになるんですね。はい。やりすぎると残念な見た目になるので、ほどほどに。あまり深くハサミを入れるとあんこが出てくるので表面だけ切るイメージですね。切れ込みを入れたら、黒ゴマで目をつけましょう。あ、かわいい。成形が終わったら、乾燥しないように注意しながら30分程度発酵させます。ぬるま湯を張った中華鍋の上に置いとくといい感じに乾燥も防げますよ。発酵が終わったら蒸していきます。だいたい生地が 1.5 倍くらいに膨らむのが目安ですね。あまり密集させてしまうとくっつくのでご注意を。12分ほど蒸したら完成です。せいろを開けるときは最初に軽く蓋をずらして1分ほど中の蒸気を抜いてから開けます。何か意味あるんです？最初から全開にすると一気に冷えて表面が荒れる原因になるって師匠は言ってましたね。それではオープン。ハリネズミに見えますかね。新年十二支料理会、お大ネズミです。それでは、お召し上がりください。いただきます。本当、辛くないもの食べれると思わなかったですよ。あんまんですね。美味しいです。今回はイーストで膨らませていますが、ベーキングパウダーで膨らませる方法もありますよ。どっちが美味しくなるんです？香りは断然イーストで作った方が複雑になりますね。ベーキングパウダーで膨らませる場合は、色がより白く、ふわふわになります。お好みの方法で作ってくださいってことですね。蒸し上がったものを油で揚げるのも定番ですね。これを揚げるんです？はい。表面がサクッとして油のコクが加わってより美味しくなります。あと揚げることでトゲの攻撃力が跳ね上がりますよ。食べ物に攻撃力とか求めていませんからね。この蒸し上がったものは個別にラップで包んで冷凍しておくと日持ちしますよ。さて次は牛年、ミョンケンさんですね。引き続き新年十二支料理会をお楽しみください。